ありがちズーム、ありがちズモーにありがちなことを皆さんいつもご視聴ありがとうございます。お、今日のありがちズームはブラジャーあるあるか。うん、楽しみだな。デュ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 、どんな内容なんだろうな。エロいの期待していますよ。再生。ああ、ブラジャーって洗うのめんどくさいんだよな。いろいろ気遣わないといけないこともあるし、形崩れたら嫌だし、っていうか別に洗わなくてよくない？だって私まだピチピチで若いし、こんなに可愛いから臭くなるなんてありえなくない？大丈夫だよきっと。まあこのブラジャーだってもう4日目ですからね。一応匂い確認しておくか。クンクン、クンクンクン。いや、期待だけではなく理想まで砕け散ったわ。抱いていた理想像がありがちズムによって打ち砕かれることがありがち。大丈夫大丈夫、読んでるこっちも打ち砕かれてるから。恋に落ちてる、この歌最近ハマってるんだよな。でも高すぎる。あ、そういえば今日って確かありがちズムの投稿日だよね。確か今日は50代の性欲あるあるだよね。年代別の性欲シリーズ人気だし、どんなコメントが書いてあるんだろう。チェックしてみようっと。何？子供が離れてから週に1回か2回に増えました。うん、50代でも嫁にはフルオッキーしてます。朝昼晩は必ず自己発電です。あ、たくさんコメントあるな。っていうかみんなすごいな。匿名だからとはいえ自分の性事情をさらけ出しすぎじゃね。そしてみんな性欲強いな。ほんでありおも将来こういうおじさまになりそう。年齢別の性欲あるあるではコメントに己の性欲強度を書いていがち。うん、いいですね。皆さんもっとコメント書いてください。ふう、暇だな。あ、そうだ、ありがちズムの昔の動画でも見てみようかな。彼氏あるあるか、気になるな。面白そう、見てみようっと。うん、ありがちズム。え、なんか今と全然声違うけど昔ってこうなんだ。まあ、いっか、見よ。この女優さん可愛い。俺はガチコの方が可愛いと思うけどね。こんなこと言ってくれる彼氏本当にいるの？今までろくでもない男とばっかり付き合ってたからな。ムラつく、そしてムカつく。だってこのムラムラを愛で包んでくれる人が今私にはいない。決めた、今度こそ私は絶対に浮気しないし、ずーっと愛してくれる男を探す。うん、絶対見つける。あんましないと思うけど。カップル系のあるあるを見て恋人が欲しくなることがありがち。クズをばっかりやったんやな。俺結構ド S あるあるの時頑張ってかっこよく見せたんだよな。きっとコメントにも「アリオかっこいい、アリオくんに抱かれたい、アリオくんに責められたい」ってなのがいっぱい溢れてるんだろうな。よし、確認していこう。ド S にもなれるしド M にもなれる私、天才。これで勘違い S が生まれませんように。 M の快感を知らないやつは S になれない。苦しみと快楽は表裏一体でありがち。いや、俺の褒め言葉全然あらへんやないか。ほんでみんないろんなセンスをぶちかましとるな。コメント欄おもろ、センス抜群コメントが飛び交いがちということらしいので、コメント欄もお楽しみください。いやー、産後性欲あるある面白かったな。女性によっては産後性欲がなくなる人もいるし、性欲が増える人もいる。勉強になったな。それにもし産後営みをしようとしたら怖いと思う人もいるのか。よし、俺はまだ独身だけど、もし結婚して赤ちゃんが生まれたら、奥さんと赤ちゃんのことを大事に考えて大事にしていかないとな。うん、心に固く誓おう。わあ、ちゃんと教訓にしてくれてる。素敵な人だよね。アリオもちゃんと見習わないと。なんであたかも俺がしてへんみたいなとんねん。やるわ、ちゃんと。産後の女性の体について深く知ることができがち。そうなんです、勉強になることもありますからね。不毛な動画もありますけど。え、今日の動画ママ活あるある。ママ活って本当にあるんだ。世の中って広いな、すごいな、私の知らないこといっぱいあるんだ。っていうかさ、台本書いてる人これどうやって調べてんぬって言われてますよ、シナリオ担当さん。そうっすね、実際にアンケートで聞きまくったり X の検索でもネタが出てきたりしますね。はい、なるほど、アンケートを活用してるんだ。 Twitter の情報収集力すごいからね。おい、 Twitter じゃないぞ、今は X だぞ。いや、 X ね、絶対するな、その間違い方。どうやって特殊なあるあるネタを調べているのか気になりがち。読んでもらいました。お、ありがちズムが動画をアップしたぞ。今日の動画は何かな。下ネタ系だったらいいな。ナレーションいつもウキウキしてるし。お花見にありがちなこと。んだよ、お花見って下ネタじゃねえのかよ。ほら、思いのほかナレーションも元気ねえし。下ネタの動画じゃないときはなんだよとなりがち。本編では元気に喋ってますからね。はい。お願いします、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 お願いします。よーし、これだけお願いすれば今日は下ネタの動画が来るだろう。こい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 。性欲の強い女性にありがちな方。はい、来たー、ありがとうございます。ほら、ナレーションも超元気じゃねえかよ。ありがちズムの下ネタ最高。今日のおかず。おかずにすんのかい。やっぱ下ネタってすごいんだね。お花見あるあるの時とは大違いだな、視聴回数も。そういうこと言うな。もうこれ出してたら視聴回数取れるんじゃね。さあ、いや、バンされて終わりやろ。俺にバンすんな。いや、物理的なバンじゃねえわ。下ネタ動画がアップされると喜びの声が上がりがち。いや、でもさすがにあそこまでは叫んでないと思うけどな。え、叫んでる。うん、今日も疲れちゃった、ありがちズムの撮影。なあガチ子、今日のはさすがにまずくねえか。え、何が。いや、ほら、サイコパスの演技とか超怖かったって、あれコンプラ的に大丈夫かな。大丈夫よ、
ってそういう手なんだもん。手とか言うな、手とか世界観崩れるやろ。まあ大丈夫よ、だってコメント見てみて、そういう題材の動画でも私可愛いって言われてるんだから。キュピン、な、ほんとだ、サムネの怖いガチコまでも可愛いって言われてるね。大丈夫でしょ、まあ私だからね、当然といえば当然。とりあえずみんな眼科に行った方がいいんじゃないか。とりゃリスじゃ。ガチコがヤバいやつに扮しても可愛いと言われていがち。まあ確かによく言われてるな。つけ上がるんで皆さんほどほどにしてください。おめえも余計なこと言ってんじゃねえよ。くれ、はい、ごめんなさい。あいって、まあでもあんたも負けてないじゃないのよ。何、どういうこと。だってほら、あんたも女性視聴者さんから塩顔でかっこいいとか結構言われてるんだよ。え、マジ本当だね。これでおあいこでしょ。そっか、これは嬉しいな。だったらよくも俺のこのかっこいい塩顔を台無しにしてくれたな。びっくりした。別にいいじゃないのよ、すぐに治るんだから。あ、治った。ほら、アリオも塩顔でかっこいいと言われることがありがち。いいな、俺褒められることねえし。なあ、今からバナナジュース飲みに行かない？にゃん、シンプルな服装に清潔感がたっぷり、タイプ好き。なるほど、ついていきたくなるナンパはやっぱり服装と清潔感が大事なんだな。よし、この動画を参考に見た目を大事にしながら俺もナンパ頑張るぞ。女の子ゲットするぞ。実践。ねえお姉さん、よければ俺とバナナジュース飲みに行かない？顔盛り返るしね。思ってたんと違う。動画を勉強参考にしたりして実践に生かそうとする視聴者がいがち。最後のシネに関しては完全に惰性やな。性欲の強い女性にありがちなことを。性欲は強いけど人とするより一人でする方が好き。でも一人でしてると惜しくなる。やろう。やろうしか書いてへんやないか。変な感情込めんな。ごめんなさい、そういう風に見えちゃった俺は。世間一般で言うキモコメをする猛者がいがち。確かによく見るわこういうやつ。なんか今日の遅すぎ男あるある、俺自身の胸にも響いちまったよ。あれ、アリオって遅い方なの？まあな、なかなかフィニッシュまで行かなくて時間かかっちゃうんだよ。そうなんだ、やっぱり辛いものなの？まあ悪いことばっかりじゃないと思うけど、普通に越したことはないよ。そっか、大変なんだね。でもアリオ安心して、ほら動画のコメント欄を見て。え、コメント？ほら、同志がこんなにいっぱいいるのよ。ここにも、わ、こんなところにもすごいたくさんいる。お前ら同胞たちよ。この苦難を一緒に乗り越えていこう。元気が出たみたいでよかった。コメント欄で共感し合ったり理解し合う仲間が生まれがち。うちのアリオがお世話になっております。お、ありがちズム、新しい動画アップされてんじゃん。アリオ、ガチコ、ガチコ！しょっぱなから激しいね。めっちゃ興奮してるし。なんだ、いつもと違うぞ。違和感を感じる。これは。わかった、いつもと絵が違う、なんかちょっと違う。そして今日はガチコがなんか可愛く見える。じゃあいつもは可愛くねっつうことが、俺てめえ面かせや。なんだ、今さっきを感じたぞ。絵のわずかな違いに気づく敏感なありがちズマーがいがち。まあ確かに話によって微妙に違いますからね。あ、ねえねえ、このコメント見てよ。あ、なんだなんだ、相変わらず俺がイケメンだって。違うよ、殺しますよ。オーバーキルだろ。で何？え、声優さん歌うますぎん。歌うますぎて草。さすが声優さんか、歌唱力やべえ。ほらほら、声優さんの歌声評価してくれてるよ。これ嬉しいね。ちゃ、俺の歌声じゃねえのかよ。嫁の歌声も声優さんのもんだろう。まあ確かにそうですけどね。うん、内容よりも声優の歌唱力の方に関心を持ってくれていがち。声優さんから一言、コメントを演じるとき自分を褒めてるみたいで気色悪かったとのことですな。あれ、でもガチコさん、ガチコさん。何？こんなコメントもあったぞ。漢字間違えてますよ。3分24秒のところガチコの口動いてなかったよね。うおまさかの編集ミスのご指摘。皆様いつもご指摘そしてご覧いただきありがとうございます。ちょっとしたミスもあるかと思いますが、温かい目で見ろこの野郎。なんちゅうこと言うとね。温かい目で見ていただけると幸いです。今後ともどうか我々ありがち相撲よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。細かな編集ミスも気づいてくれていがち。いやでも本当に皆様いつも視聴していただきありがとうございます。というわけでいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。もしよろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。